レック。レックじゃねえよお前。フーじゃねえよ。であんたが買ってきすぎなのよ。あんたが食べないからでしょ。ってこれこのもっと食べるくせに普段。食べねえだろ。な、食べねえんだよ。食べねえけど太るんだよ。終わりだよ。これ取れてる、これさ画角どうなってんの。え、だってなんか今ほんまにカメラのことなんか気にせんと喋ってたもん。いやそうだよ。バボガン、シダカイゼワンガワネイプシェッダン。ママ。デブチャンネルすぎ。デブチャンネルすぎ。もう大食いデブチャンネル。ジュース、酒、弁当、マヨネーズ。せーの、ごめんなさい、ジュース、プリンセス、おいし。よし、ゴーン。ということで、今日私が普通に休みで、ゼロプリハウスに行ったところ、セシルが寄ってきてくれたので、話そう。バボバン、シダカイゼワンガワネイプシェッダン。なんか仕方なく呼ばれてる。オッケー、来ただろ。で、死ぬほどご飯をセシルが買ってきた。めっちゃいいやつじゃない。このお弁当まず2個ね、サンド2つ、おにぎり2個と、さっき食べ終わった弁当も1つあるんで、それも買ってた。おにぎりなんかさらにあるんだけど、あ、シーチキンまで買ってきてた。あれが一番好きなのはこれなの。それも私が買ってきたやつやで。あ、食べたよ、セシルが買ってきたやつ。エビとイカの明太サラダ、これ大好きなんですけど、2個買ってきてたら、セシルも1個買ってきてくれてました。おうちはちょこちょこ食いなんでね、いろいろ買ってった方がいいかなと思って。聞くことできる。質問を募集してみたんですけど、この時間で質問をやってくれる人が何人かいたので、その中からピックアップして読みたいと思います。本気で好きになった女の子、まあ、もしくは男の子とどうやってアピールしたらいいですか。やって、私が気になってる人ね。え、シチュエーションとか言って、こうやってしててとか言ってもいい。飲みの場で何人か いる中で話しかけてみて。乾杯。乾杯。酔っちゃった。あ、大丈夫、もう全然大丈夫、本当に。え、大丈夫、あ、大丈夫、え、大丈夫です、です、です。私の場合は拒絶します、その人。もうこうします。理由は、そうやってアピールになってんの。アピールをしないの。好きっていう。え、今なんていう質問やったの。どうやってアピールしますか。いやな、違う、アピールしないしできない。私は完全にこっちが 100% いけるって状態じゃなかったら、私はアピールしないし、こっちから来てくれなきゃ次もない。私が例えばさ、あ、好きだなって思うじゃん。逆にそっけなくなる、私が。それがアピール。あ、そっけなって思ったらアピール。こじらせ、こじらせ。じゃあ乾杯してきて。私はほんまに好きな人に対してアピールするから。乾杯。え、乾杯。え、お酒強い。あ、普通だな。普通なの。普通。お酒は好きなの。めっちゃ好きだけど全然強くはない。好きだけど。好きだけど強くはない。うん。え、じゃあ酔っ払ったらどんなの。寝るかな、最終。じゃあ酔っ払ってや。え、ね、寝てほしいってこと。うん、一緒に行こうや。どこに。私ん家来てや、一緒に寝ようや。急すぎ、なんで。今のなし。めちゃめちゃビッチ。ここまでが設定。え、騙されたやろ。大爆笑、大爆笑しちゃったわ。やろ。その笑かしてちょっとでも、あー、なるほどね。相手の懐に入るのが私の目標やね。普通に今僕かと思って笑っちゃったもん。次行きますよ。5年間同性に片思いをしてます、どうしたら好きでいるのやめれますか。なんでやめたいん。なんでやめたいんよな。けど、なんでやめたいん。やめる必要あんの。 しんどいからじゃない。だってその人はのんけかもしれないやん。別に好きでいることはいいやん。好きでいること、好きでいることをやめたい。辛いのよ。自分には絶対にチャンスはないって分かってるわけよ。でもなんかほんまにそう思う瞬間めちゃめちゃある。あるよ。やばい。え、でもさ、この人5年間好きなんだよ。マジで諦めようと思う瞬間がなかったってことだよね。素敵じゃない。でも5年間見てたら結構分かるくない、無理だなっていう。まあね。だったら終止符打つしかないって私の中で思ってるかも。でもまあ当たって砕けた方がまだすっぱりいけんのかね。あ、本当に無理なんだなって思いなきゃ無理だと思うの、ここまでいったら。だから本当当たって砕けろじゃないけど、好きですって言って関係性が壊れてしまったとしても
ていう覚悟で行って終わらせた方がいいとは思う、うん、終わらせた方がいいかもしれへんし、なんならそれを言ったことによって相手が意識する可能性もあるわけよ、うん、なんか時間が解決する気がする。だってもう今こうやって私たちに相談してきてるってことはさ、自分の中で結構課題になってるやんか、うん、このまま好きでいる自分と終止符をつけたいっていう自分と答えを出したい自分が多分あると思うね、うん、それって時間がそう思わせてくれる、こういう自分になりたいっていうのを。だから変に焦って答えを出すものじゃなくて時間に任せるべきやと思う。今自分がこうしたいと思った時にこういう行動するべきやし、全部間違ってないなって。それでも間違いじゃないし正解ですので、そう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 、自分が思うままにっていうのが答えですかね。じゃあ、うん、やめる必要はないなって思う、好きでいることを。続いて、自分の価値のなさに消えたい時はどうしたらいいですか。デブでブスで人が怖い。これってこの人が悪いってよりは環境悪ない。だってさ、自分に価値がないわけないやん、シンプルに生きてて、うん、あなたに価値がないなんて誰が言ったん、うん、って感じやん。でもさ、その周りの環境っていうのはさ、自分一人の力で変えられるものじゃないやん、うん、変えるものじゃない。どうしていったらいいの。じゃあまず我々二人がそんなことないよっていうのがまず第一前提、うん、で周りが言ってるだけでそう思ってるかもしれないけど、あなたには価値があるし、そういうわけじゃないよ絶対にっていうのが第一前提として、どう思う。でも抜け出せるなら抜け出したらいいと思うけど、抜け出せなかった時の問題よ、この環境下から。例えばやけどさ、めっちゃ仲いいと思ってた友達が自分といつも遊んでた、だけれどもある日遊ばなくなってその人のストーリーを見に行ったら別のコミュニティができてたっていう場合、その時に自分の価値ってないんかなって思う瞬間があったのね。だからこの子の気持ちめちゃめちゃわかんのよ、自分の価値のなさに消えたいって。だからどうしたらいいですかって思う前に、私は今私じゃないんやなって思うようにしてる。適材適所ってあると思うね、自分の。その人も向いてる向いてないあるしね。そう、変に自分が変わるんじゃなくて、自分が自分のままでいることが人に求められるものなのかなって。まあでもそれはマジですか。最近思ってたのよ、4人組の中でいてもさ、それぞれにそれぞれの役割があるのかなって思う、うんうんうん、その中で自分は役に立ててるのかなって思う時やっぱあるわけよ。でも結果的にやっぱグループ内でもさ、バランスやっぱ必要になってくるから、絶対求められる瞬間ってあるやんあるあるある。自分が自分でいるとか、自分の存在は誰の替えにもならないとか思うだけでよくて、相手によって替えないって思ってると自然と相手って信頼してくれるし、人のことを信じない人って自分のこと信じてもらえへん。変に自分のどこがいいのかとか自分で研究しなくていいの、いつの間にか相手が見つけてくれてるから。自分の良さはそういうもんなのか。そうなの、変えなくていいの、そのままでいいの、相手に見つけてもらえればいいので、こちらのツボが、あーそっか、ないですか、教えてもらっていいですか。こちらが77,000円。わかりました、振り込んできますやめて。続いて、大内さんは新井の方のことをどう思っていらっしゃいますか。いつも応援してます。新井っていうのはあれですね、 LGBTQ の中に属さない人たちでも寄り添ってくれる方々のことを新井って言います。まあ言うたら桃母とジェシカよ、どっちも LGBTQ の中には収まらないんだけど、私たちと一緒に寄り添いながら生きていこうとしてくれる方についてどう思ってますか。シンプルは嬉しいよね。寄り添うってなんなんやろ。寄り添ってほしいわけでもないと思うで。寄り添うってよりは、私の感覚感で言ったら、あなたたちと何の変わりもない、ただ一人の人間だよっていう風に見てもらいたい。だからこういう感情になるのも嫌なの。わかる、その同じように扱ってほしいって思ってる感情がなくなることが最終目的なんだよね、結局。言わなくても普通に扱ってくれる世界線になりたいっていうのが全て。気使われるとこっちも気使うし、気使わないで今まで通り普通に喋ってくれればなって思うけど、いつも言うねんけどさ、把握しといてほしいだけで強要はしたくないのよ。これを受け入れろとか優しくしてくれとかそういう強要はしてなくて、こういう人がいるんだよっていう把握だけ
しといてほしいだけであって、うんうん、それ以上は私何も求めてないので強要はしてないし、それが無理なのであれば別にそれに寄り添わなくても正直いいの。分からなくてもいいんだけど、攻撃 してくるのとまた違うじゃん。私たちも強要しないけど、そっちも強要しないでって感じ。お互いに、あ、そういう風に生きてんのね、オッケーぐらいの感じでほっといてくれたり、それでいい。自分の感情で思ってる分にはいいんだけど、それを私たちに伝えなくてもいい。みんな生きてる中でやっぱり違う人間だからさ、違って当たり前だから、全部が全部同じにならなくてもいいから、攻撃すんのはやめようぜっていうね。荒いっていう言葉もね、後々なくなればね、うんって思う。聞くことできる。あー近くなったということで、長々喋りすぎて SD カードがパンパンだぞっつって、まあいろいろありますよって、私も大内もで、その見てくれてる人たちもやし、質問してくれてた人たちもで、そうじゃない人たちもやっぱおのおのの悩みっていうのはやっぱあるもんなんですよ、人間、うん、そうだよ。でもそれを乗り越えられるのって自分自身なんですよ。結局私たちの気持ちとしてはとりあえず今幸せだよってでもね、みんな本当に他人のことをこうだなと思う分にはもちろん人間だからいいと思うんだけど、この人を落とし入れようとか思うのやめた方がいいと思うマジ得しないの。なんか誰か落とし入れようっていう感情は、うん、結局自分にも合ってきちゃうから、うん、それはやらなくていいよっていう、自分の心の中で閉じ込めて同じ土俵に立たずにいい思いだったねって処理できたらいいよねっていう動画です。他人のことを蔑まず、ただ自分を大切にしてください。はい、もうそれだけ、ね、言いたいことは言えました。言いましたよ、もう全部あれアマガエル食べたアバガエル食べたなって思った人はチャンネル登録、今の音入ってんの、高評価いって、今の音入ってんのって思った人は高評価、入ってるでしょって思った人は、コメントマジでどうでもいいんやけどって思った人はその他 SNS のフォロー、よろしくお願いします。せーの、またまた。こちらの動画になってんのかな、おやすみおやすみ、バイバイ。チャンネル登録よろしくね。いいねも絶対押してて、コメントくれたら喜ぶよ。その他の SNS フォローもよろしく、よろしく、よろしく、よろしくね。チャンネル登録お願いします。